改めまして、ホワイトフレームです。よろしくお願いします。皆さんは、夢はよく見られますか？悪夢は覚えてること多いですか？起きた時なされて終わりです。なせかいて起きて終わりです。私あんまり夢は見ないんですけど、夢を見てもあんまり覚えてないタイプなんですけども、最近ちょっと鮮明に覚えている夢がありまして、ライブをしている夢だったんですけども、ひろぼうさんたくさんオリジナル曲をお持ちなんですけど、ちょっと私いろいろ歌えない曲が多くて、私が作った曲を歌わせてもらってるんですけど、その夢の中でひろぼうさんのオリジナル曲の消えた息子当てますか？という曲を歌ってる夢を見まして。そうなんですよ。何ヶ月か前なんですけど、多分1ヶ月ぐらい前で、起きた時すごいうなされて起きて、初めて聞いたのよ、え、言ってないもん。悪夢や。いや、いろいろあるんですけど、メタボの曲ならまだマシなんですけど、なんで消えた息子って。すごい我ながらショックな夢で、もうない冷や汗で目が覚めたんで。覚えやすいから。いや、最初私どういう意味の曲かなと思って、ずいぶん後になって、あ、そういう曲なんだって知って、ちょっとショックなんです。ちょっとそれが正夢にならないことを願いつつ。ではその曲を聞きたいな。やだな。そんなもう歌う気ないやん、この話したらあかん。僕らもなんかもう期待値だけ上げられて。歌える人いるでしょ。いないですよね。僕には歌せる人ないから。大好きなんで。歌えがでも歌ったことあります。ハモれる、ハモれるよ、ハモれるよ。一人じゃなくてハモリ会にいらっしゃるんだったらちょっとやってもいいから。来年の課題で。来年やりましょう。来年覚えてるんで。覚えてますよ。覚えてるんで、来年言うたら忘れてるんで。俺覚えてるんで。よろしいです。というわけで、続いて私のオリジナル曲を2曲いきたいなと思います。19歳の頃の片思いの気持ちを思い出して作った曲と、15歳の頃高校時代によく漫画を読んでたんですけども、その頃の気持ちを思い出して作った曲です。2曲続けて聴いてください。伝えたい気持ちと夢の続き。